はい、それではですね、今週は、ファスモフォビアがですね、大幅なアップデートが来たので、はいはい、また4人でやろうかなと思います。一応1人でももうやったんだけど、結構変更があって面白いので、ぜひ皆さんにも経験してもらおうと思います。じゃあ行きましょうか。やりました、うんうん。ライブでもやりました。はい、じゃあ開始します。はい、じゃあ帰ります。今日はハ行からでいいのか、そうですね、今日はハ行から行って、このキャラ、ハはやったよマカラだね。これやりながらやろうよ、やる何ずいって。何人気シリーズになってるんですか、やりたかったよ。ね、こっちグラフィックとか一新しまして、なんと、ほら、アイテム全部見た目が変わりました。一新したんだ。あー、ほんとだ。ビデオカメラ変わってる。ほんとだ。ビデオカメラも 4K になりました。ハナのカメラになってる。ね。あれサムラゴーチどれ、あ、上にあるやつ、ゴーストライターね、うん、あ、待ってごめん、弱い電池も持ってきちゃった。このこれもなんかどれがどれかわかんねえな。懐中電灯もなんか人を殴るタイプの懐中電灯になってるね。懐中電灯、そうですね、本当だ、かっこよくなってる。右側のやつの方が強力なので、右側のやつを使ってください。あー、もう操作忘れてる。右側のやつなんだ。そう、あ、なるほど、左やつ、これね、この黒いやつね。そう、ジマ君がこれ黒いやつがいいと思います。タイプの懐中電灯になってる、うん、これ強いんだ。こっちが強いですね。皆さんどれ、時計も色変わってんな、はい、なんかなんだっけ、赤外線みたいな青色のやつはどれ、新しいやつ、うん、新しい、このグラフィックでわかんない。ああ、真ん中のちっちゃいやつですね。USB です。 USB じゃねえや、 UV ライトね、 USB ピーってなるやつも黒くなってる、はい。温度どれ、温度は上のこの紫のやつ、ね、あ、温度これか、はい、はい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 、紫色変わっただけのやつもあるけど、そう変わったんですよ。で、結構今回変わったのがこの真ん中の段にあるこのなんだけど、昔の PSP みたいなやつ、これがね、DOTS プロジェクターっつって、地面とかに設置すると、そこを通過した幽霊が可視化できるというか見えるようになるようになりました。へー。あとビデオカメラを大幅にパワーアップして、勝手にこう電源が入って、そのミニカメラでオーブが直接見れるようになった。そう、あー、そう、なるほど。今までセットしてここで見なきゃいけなかったのが、もうハンディで、ハンディでもう直接見ることができるようになったので、すげえ、めっちゃ良くなっております。あと 4K だもんな。そう、 4K になった。あとはこの今まで使えなかった中華鍋みたいなこの集音機がですね、これ幽霊の声が聞こえるようになったので、呼びかけながら歩いてると、幽霊が返事してくれたりするんですよ。で、怪奇現象の音も分かるので、場所の特定ができやすくなったっていう感じですね。じゃあやりましょうか。なるほどね。うるさいな、目の前来てたらカチ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 はい、じゃあそれぞれおのおのアイテムを持って、なんでやで、なんでやで今回の幽霊は、デイビッド・マーティンかな。デイビッド・マーティン、マーティンさんですね。呼びかけしながら進んでた方がいいですね。マーティン子、マーティンコね。しょうもな。しょうもな。気をつけろ。デビッド・マーティンコ。面白かったでしょ、今。誰が笑うんだよ。お前結構いつもこうだから。笑ってか。じゃあ行きましょう。はい、行きます。ビデオ。そんなことないっすよ。そう、ビデオカメラはみんな撮れるよ。お調子者だ、お調子者だな。いいっすね。ビデオカメラ撮れるようになったんですよ、みんなはね。ハンディで、すごい、今カメラに映ってるの、 YouTuber だ。はい、これからあの家に入っていこうと思います。もしよかったら高評価&チャンネル登録お願いします。じゃあ行きましょう。頭に GoPro もつけてるで、手でも持ってる。そうそうそう、 YouTuber。 あ、ブレーカーまず入れなきゃダメですね。ブレーカーどうだったっけ。とりあえず温度は変わらないでしょ、やることは。そうですね、まだそうだよね。ちょっと暗くなったりして、うん、ブレーカーをなんか前より暗く感じる。あ、そうか、ライトつけてねえのか俺今。あ、でもなんか画質良くなった感じ、ね、そう、画質がよ、綺麗ね、光沢がある。変わりました。あ、ライト持ってきて、あとね、うん、なんだっけな、あ、ブレーカー、今ねブレーカー上げてないから温度低いままなので、ブレーカー下下、うん、ブレーカー上げたことねえんだよな。走れんだもんねこれ。そう、走れるようになったんですよ、ついに。変わった。でもなんか10メートルぐらいしか走れないよ。ちょっとしか走れない。
ほんとなんか10メートルも走ってないな。俺があるじゃん。5メートルで息切れてる。そう、うん、どうすんの、あのこれ、あ、オッケー。そう、カチって一回クリックすればオッケー。緑ボタンにしました。そうしたらもう電気が入れられるような。あ、ほんとだ。うわ、見やす。3度？じゃあ、3度で合ってる？どんどん上がっていく、これから。これ、どこれ、この温度の見方、前と違うよね、温度の見方、どうやっていう、うん、あ、いいのか。7度か、これ。あ、でもめっちゃ音でかいよ。あ、これ後ろ、あとはいつも通り温度低いとこ探す。そうそうですね。うわ、これ集音器みんなが言うと音がもうバラバラに入っちゃってわかんないわ。あら、邪魔もしかして。あ、でもなんか温度計の見方変わった？変わったかも。ちょっと変わってるよね。変わったかもしれない、うん、え、なんで判断すればいいんだこれ。ゼロゼロなんぼになるよね、これ、うん、まあ、まあ10度以下の場所を、見つけてください。100度とかなんか全部10度以下に感じるんだけど。あれ確かに、うん、その場にいなきゃいけないんだもんね。ずっと点4とか。はいはい。まあじゃあどんどん、なんか喋ってない？幽霊こうで、え、全然聞こえない。今幽霊喋ったでしょ。これここで幽霊、え、嘘、喋った、喋った、喋った幽霊幽霊は喋ってないな。え、アピールしてください。あ、聞こえた。いいでしょ、なんか喋ってるでしょ。喋ってる。多分この辺りじゃない？ガスさんの声が聞こえない。あ、これガスさんの声か。なんだよ。なんだよ。わかんなかった。どっちか。どっちのこと言ってんのか。まあじゃあ、じゃあこの辺、ここか、そっちのここいらか、そっちのガレージの中の温度を調べてもらって。うん、ガレージ。あ、これガレージか。がなるから違うかな。下は高いっすね。まあいいや。うん、10度あるな。10度ある。あれさ。金どこ低かったのかな。多分その辺だと思う。今幽霊の声聞こえたし、多分じゃあ上、もう完全に上だと思うけど、わかんない。上？2階まで行けないな。あ、そっか、2階あんのか、これ。2階っていうか、地下だけだ。あ、地下、あ、そっかそっか、うん、そうだよね。あとはスピリットブック。ここら辺も8度、9度どうですか。じゃあ俺がもうレーダーで、あ、この辺低い。あ、12度低くないな、うん、あ、でも10度になるか。デビッド・マーティン、デビッド・マーティン、あれ低いのかな。デビッド・マーティン、デビッド・マーティン、ビンゴ、デビッド・マーティン、どこにいますか。よっ、アピールしてください。デビッド・マーティン、地下全体的に温度高い気がするな。本当。5度、6度。これボイチャ、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 ボイチャ。なんか10度くらいの微妙な温度がずっとどこでも。そうだな。どこにいますか。ここじゃないな。さーって聞こえる。アピールしてください。うん、聞こえるね、さーって。あ、喋った。ここだ、ここだ。喋った。あ、ここだ。ここ。うん、こっち。ちょっと誰かやってみて。ガスさんどこ？ここ。ガスさんはどれだ？え、ガレージってこと？いや、ここここここ。あ、あ、ここってこと？うん、ほらほらここ。あ、やっぱり。あ、なんか。なんか、あ、本当だ、ピーってなってる。ほら、なんかこの辺たまに10度切る気がしてたんだけど。このなんか。あ、おお、聞こえた。これ聞こえた。どうでしょ？嘘。今までと違うわ、声。女性の声だ。本当だ。え、女性の声？え、せんかった、女性の声。もっとバーンみたいなこと。なんか男の声じゃない。 あ、マジ、女性の声聞こえたのは何だった。 よかったら、じゃあそこのスピリットボックス試してみて。それ本物の幽霊じゃない。いや、本物の幽霊だけど。スピリットボックスちょっと誰か試してみて。一人で一人で入って、電気消して、スピリットボックス。誰か行ってよ。早くやってよ。じゃあ行きましょうか。はい、女性の声聞こえたんでしょ。そう。あ、これ聞こえたか、ね。後ろ見たいな。霊感あるわ、多分。スピリットボックスの電源入れてで、あ、なんか、あ、男の声だ、男の声だ。男の声した。聞こえた、ね、大丈夫。あーって聞こえた。聞こえた。あーって言った。あーって言った。お前ら逃げた。逃げてくんだよ。喉閉めてた。また殺、また俺殺されんのかと思っちゃって逃げちゃった。びっくりした。え、で、あとはじゃあ、まあじゃあここなんでやろっか。スピリットボックスは。この部屋すげえモニター3つある。あ、ごめんね。スピリットボックスは反応はありました。スピリットボックスは。あ、指紋ありました、ガジマンさん。ありましたか。電気の横、これ指紋じゃないですか、これ。どうですか。え、見えないな。見えないな。俺にも、俺は見えないんで。俺には見えないな。レッサンにしか見えないんじゃない、それ。ドアにはない。まあ、で、そこにあるなら間違いない。この緑のがプロジェクターってやつ。そう、これ。ドアにはなくて、うん、へぇ、あ、ピッてなった。ふーって言ってる。見えてます。
プーって言ってるね。言ってるね。指紋は見えてないっすね。まあいいや。レベル4だね。レベル4。ゴーストライターやっていい？いいよ、置いていて。ラブリーゴーストライター。あ、なんかこのキーの見方も変わった。ああ、いや。4だね。あ、4になったわ、俺も。ね。ラブリーゴーストライター。ファントムかポルターガイストだね。今のところ。で、ファントムだった場合は、プロジェクターに映り出す、ここに幽霊が映り出す。はい。で、ポルターガイストだった場合は、すげえ。うん。なんだっけな、ポルターガイストだと思うけどね。そう、ゴーストライティングが、ゴーストライティングが多分書かれる。うん、ゴーストライティング、今度はね、書かれるシーンが、ゲーム実況者が住んでんのかな。あ、ね、ちゃんとペンが動くので面白いよ。ゲーム実況者の例かもしんない、これ。でもマイクないよ。マイクは確かに。ヘッドセットなのか。じゃあスピリットボックス指紋、ゴーストライティング、スピリットボックス指紋、ゴーストライティング、ファントム。ちょっと俺の手持ちの道具今もう役に立たねえな。俺ももう役に立たない。そうだね。温度計とあのピーってなるやつしか。そう。あとは何すりゃいい？プロジェクターに、うん、てかその幽霊が横切ればなんか一瞬だけ、うん、あの幽霊が走るのでそれを目視するかライティングを書くの待つ。あ、逃げて、いや、うーって言ってるね。見た目で情報を得られたりもするの、うん、カチカチしてきた。あのね、逃げなきゃやばいかもしれん。いるな。あれ、誰か目隠してる俺のこと。おい、ちょっと今ふざけてる場合じゃないだろ。ドアにも手ありました。やめろ。あ、ウッシーが倒れてる。あれ、どうした？あれ、見えないな、何も。あれ、やっぱウッシーか。ウッシー死んだ。何も見えないぞ。まったく。あ、回復しに行くか。そうっすね。すごい、今、ごめん、今。こっちに戻ってきて、じゃあ、カメラで確認するでした。もし、一回回復しとけばよかった。回復しよう、帰ろう。一回回復してもよかったの、ね、場所特定した時点で。そうっすね。うわぁ、やばい。レッサン 1% だよ、残り。え、マジで？あ、そんな減ってたの？ほんと、めっちゃ減ってる。あ、なんか、ね、全然意識してなかった。ちょっと我々もゆっくりしすぎちゃった。俺なんか濡れてる？なんだ、これ。どうした？漏らした？あれ、目漏らしてない。俺、先生かな。え、でもなんかだいぶ差あんの。あ、そっか。今飲んだからね。あと何必要なんだ。あとは、ライティングをもう一個持ってって、ライティング、うん、そうだね、持ってってもう一個セットするのと、うん、あとはまあ好きな仕様とかカメラとか持ってって、ビデオカメラでいっか。あいつ、これいらない。ビデオカメラこれセットした方がいいかも。この三脚に。あ、そうなんだ、うん、まあ直接見てもいいけどね。こうか。そう、ファンドリーもあるんでしょ。そうそう、で、こうか。うわーすげー。よし、行こうか。で、これで設置。ルサン、薬飲んだ方がいいんじゃない？ゼロパイになってる。薬のも、どこにあった？決めた方がいいよ。決めた方がいいね。左上にあった薬なんか2個持ってるから、ね、棚の左上のとこ。うん、やばい、やばい。おー、1個は俺のだろ。じゃあ飲めよ。1個は俺のだぞ。まあ、ライティング書いてあるか。あれ、取れねえな。取れねえぞ。あ、飲んだ。あ、2個減った。あ、自動で2個危ないんじゃない。あれ、でもライティング書いてないね。確かに。決まりすぎちゃうんじゃないの。ライティング。あ、プロジェクター1個持ってきてくれる、もう1個。プロジェクターってどんな。あの、PSP みたいなの、ちょっと太い目の。上の段の。あれ、全然 PSP に見えない。PSP じゃないな。なんだろう、これ。なんか丸いやつ。丸い。丸くいか、うん。これ切り替えるだけでカメラ落としちゃうんだ。そうね。ああ、C が死んでる、確かに。めっちゃでっかい手形の指紋あったからもう。ああ、了解了解了解。はい。内側にあった？内側です。はい、了解。撮影しとく。すげえ、カメラ見ながら確かに映ってる。モニターにも。死体、指紋、指紋。あ、確かにね。あれ、俺が倒れてんな。ありましたね。すげえ。じゃあ俺は誰なんだ。あの、レドさん、セッティングしていいのじゃ。あ、レドさん、この辺、この辺にプロジェクターっていうかやってくれる？どこですか？あの、ここから離れた位置、ちょうどいい位置ぐらい。この辺かな。ここら辺、この辺かな。ここ置いていいですか？あ、いいっすよ。下にしゃがんで、まあ、しゃがんでっていうか、設置する。C で、何で、なんか F かな。死んだ後の映像も前より見やすくなってる。あ、そうなの。もうこれ前はすごい白飛びしてたけど、なんか見やすいよ、今回。ほんと？死んだ後も。死んだ後すげー白くなかった。白かったかもしんない。ガヤさん、これさ、カメラさ、うん、俺起動してる？それ。あ、なんか してるらしいんだよ、これ。あ、これしてるんだ。うん。ここに幽霊が浮かび上がれば、あの、うん、走るんだけど、ファントム確定で、
ライティングが書かれれば、ファントムなんだ。ライティングが書かれれば、ポルターガイスト。でもこれライティングはもうずっと書かれないね。位置が悪いかもしれないな。ライティングが書かれるの見たいな。悪いのかな。あ、俺ももう一個持って。あ、じゃあもう一個なんかちょっと部屋の違うとこに。ここら辺に置いとくね。で、うん、さっきみたいになんかザラザラってなったら、走って部屋から出て。これでいい？うん。はい。なんかアピールしてください。いやいや、で走れ走れ。停電だよ。停電だよ。あ、なんか来てる。あ、なんか誰か俺の目を押さえてる？あれ誰か苦しんでんな、こいつ苦しんでるぞ、なんか。あれ？はしゃじゃねえ。ちょっとやめてよ、今じゃないじゃん。ふざける時間じゃないって。今は。あれなんか白い。あ、急に起き上がった。あ、あ、なんだ、いたのかよ。なんだ、俺ら生きてんじゃん、やっぱ。なんか、待って、あの二人死んでない？死んだのかと思った。なんでこんなに。確かに俺たちのこと見えてねえのかな。なんでこんな事故率高いんだろう、4人でやると。俺一人じゃったらここまで死なないんだけど。いや、でも敵強いよね。簡単に死ぬゲームじゃないの、これ。あ、まあ、簡単に死ぬか、ね、プロ難易度だもんな。いやでもね、プロジェクターに映らねえんだよな。映ってなかったね。カメラの見方もちょっとまだ理解してなかったな、俺。あ、カメラ確かに1個起動した。いや、浮かび上がらないし、ライティングも書かれないので、で、今分かってんのが、すげえ白飛びしてる。スピリットボックスと指紋があったんだよね、うん、レッドさんが発見して、はいはい、あと1個なんだけど、あと1個が、ファントムだった場合は浮かび、ポルターガイスト。ファントムの場合はプロジェクターで浮かび上がる、緑で、ポルターガイストの場合は笑っとるね。面白面白ライティングはあんだけ置いてもされなかった。まあだからあと1回じゃあちょっとライティング見に行くでおしまいかな。で、いや俺見てくれ。ああのね、レッドさん、あれがあります。このスマッチスティックっていうよくわかんないそのライターを持って、これ、うん、ただのライターと、あとその変な藁みたいなやつ、はい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 、これがお清めするやつなんだけど、うん、ライターはまあいいんだけど、これであの F を使うと線香炊けるのね。この状態でそうすると、うん、一応現場で炊くと1分間ぐらいハントが起きない。でもしハントが始まっちゃった場合、ハントが始まっちゃった時はこれを火つけて投げつけると相手がなんか何秒間かこっちを見失うので、その間に逃げるという。逃げるのは無理だろうな。まだ俺も持ってくよ。だから違うじゃん、もうガシャンちょっと注意してくれていい？加えに行ってるじゃん。あいつら何してるの？あいつら逃げて2人違うのに追われてるから。あ、じゃあ俺タクね、加えられてる。俺タクね、俺タクね、先タクは悪いこと言うんじゃないよ。炊きました、炊きました、炊きました。ってことは今は起きないんだね。1分間ぐらい大丈夫。入ってゴーストライティングはライティングないねーこれ。え、これプロジェクターってこの黄色のなんかこれでいい。そう、ここをね、幽霊がバーってダッシュするの。なんかダッシュしてるとき別に襲われるわけじゃない。あー、見えるだけでも見えないよね。見えない。でもこの2種類なのは確定だもんね。あー、でもここの部屋の温度は寒く、あ、まあまあでもそうか、温度計でここだったんでしょ。でも、まあ、それは俺らちょっと何にもな。近くにいますか？近くにいますか？いるのか？誰か狙われちゃうよ。一人じゃ無理か、一、ね、人じゃ無理か。いやでも出ないね。あ、ベッド立ってる。あ、来た。お、今見えた、見えたね、見えたね。んレベル4ライティングはされてない、ね、ライティングされてないね。もうこんだけしないの。いや、まずいね。ライティングもしないし、プロジェクターにも出ない。あ、線香ですね、はい。いや、これわかんねえな、マジで。あ、温度計見るか。困った。あれ、この部屋本当に。あ、でも指紋あったんでしょ。え、ここ指紋あった。 あったし、ここにも出てたもんな。指紋あったんだもんな。あれ、もしかしてこの部屋じゃないかもしんない。指紋あったのに。で、これ手前のここにあったよ。ここで出るじゃん。あ、まあ、そうかそうかそうか、そう、ね、あ、そうだよね、でもいたよね、うん、やべ、うん、あ、やべ、レズ逃げて逃げて逃げて。足音聞こえるよ、聞こえるよ。マジで本当だ。大丈夫か。あー、やだ、予感した。狙われてるよ。あー、これ狙われてるよ。あれ、なんだ、生きてたんじゃん。ずっと隠れてたんだろう。もうやだな、本当に。
いきなり現れるんだよ。白いな。白いな。ちょっと何やってたか教えてよ、二人。いや、ずっと追いかけ回してただけだけど、こうやって。ちょっとやめてよ、牛。やめて、やめて。ですね、結局ガチさんが残ってんじゃん。いや逃げてって言ったじゃんって言ってもまあ無理か。逃げたよ、すっごいダッシュで。俺は逃げてましたよ。逃げてたから。俺は逃げなかった。カメオ王に息切らした瞬間死にましたよ。すぐ息切れるんだもん。でもプロ結局俺らかませ犬かよ。まあね、でも結局こっからつっても何もわからないかんな。ボルジュ君。現場あそこじゃないの。でもライティングはないとしても、絶対現場あそこだと思うよ、ね、スピリットボックス反応があって、うん、かつてかガスさんももう 0% だから、そうだ、ね、もう終わりだよ。終わりか。じゃあもう決める、あ、決め打ちするか。じゃあ確かに、プロジェクターに映らないで、ライティングはもう書かないというふうに判断するのであれば、これポルポルターガイストじゃなくてファントム、うん、か。ファントムってことはプロジェクターってこと。でもプロジェクター一回も映んなかったからな。でもライティングもされてないよ全然。 ね、2個置いて2個どっちもダメだったもんね。デベルコもないし、まあ天下でもない。まあいいや、とりあえず最初だからね。まあじゃあ一応ファントムにしとくか。はいはい、ファントムです。ファントム、まあ違う、違うっぽいけどね。ラブファントム、ファント、ラブファントム、いら、いらない、とても違う、いらない何もだ。いらないとても、とてもいらない何もだ。いらないんじゃない捨ててしまおう。いや、これ分かんなかった、普通に普通に分かんなかったな。あ、ポルターガイストだ。あ、ポルターガイスト。あー、惜しかった。じゃあ、ポルターガイスト、ライティングが、位置が悪かったかもしれんな、あそこで。2枚置いたんだけどね。いや、確かに2つちゃんと置いたのにな。部屋とかはあってもいい。そう、部屋はあってたんだけど、まあまあまあ、でもいいんじゃないか。俺死ななかったからアイテムなくなったし、ありがとうございます。すいませんでした、すいませんでした。そうですね、ちょっとじゃあ、もうちょっと簡単なところにした方がいいのか。難しい、まあ、難しいね。ちょっと仕様変更になって少し以前よりか難しくなったので。いや、でもちょっと思い出した、うん、毎回久しぶりだからね。そう、最初ね、最初よくわかんないのよ、もう。あ、タイム、まあという感じでね、あの仕様変更のために今ちょっとチュートリアル的にやってもらいましたけど、はい、次本番行きましょう。もう思い出した。そうそう、もう思い出した。もう完璧に思い出したね。本気出していいんでしょ。本気出していいよ。しないもん、まあ、ハントの怖さも分かったでしょ。じゃあ分かった。あれ強力懐中電灯どれ。あ、確かに、あれ紫外線しかない。あ、ごめん、協力開始で見て忘れてきちゃった。普通の方にしてた。ごめんなさい。アイテムまたうっかりしちゃった。はい。あ、まあまあ、ガチさん、まあ、でもいいや。まあまあまあ、まあ、大丈夫ですよ。じゃあ今度こそ特定しましょう。はいよ。ジョージムーアかな。まあいいや。ジョージです、次。はい、ジョージ。では行きまーす。はい、ジョージ。はい、ジョージ。知らんで。つの行に区切られてます。ここでも手が進む。あの人死んだんだっけ。あの人死ん…あ、死んだ…あ、死亡説出てるから死んだんじゃない。どうしようか。そうだよね、なんか団長が能力使えなくなったんだよね。そう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 、よし、うん、いつまで話してる。じゃあ撮り始めてるって。あ、もう撮ってるよ。当たり前だろ、もう始まっ、ちょっと始まってんだろ。始まってたのこれ。言ってよ、言ってよ。なんだよ。なんだそれ。団長クラブみたいな。じゃあよろしく。じゃあ俺ブレーカーやってくるわ。助かる。はい、バリ。じゃあ特典お願いします。よし。明らかに寒い部屋っていうのがわかるからな。まず、ブレーカー、ブレーカーあった。ブレーカーガチさんがあげた。はい、ありがとう。じゃあ温度いきます。お願いします。まあでさっきで結構脅しも多いので、ここ今3度だよ。あ、なるほど。結構怖い。視界悪いな。確かに暗いね。ジョージ、ジョージムーは電気をつけてください。扉を開けてください。ジョージ。はい、ジョージ。はい、ジョージ、電気をつけてください。電気をつけちゃう。扉を開けてください。
ジョージ・ムーア監督。あ、なんか見づれえなあ。聞こえたかな。あ、でもみんなの音か、これ外か。ジョージ、ジョージ、ジョージ、ジョージ。はい、ジョージ。それどうやんの、そのな、どうやんだっけ、ボイチャの B とか V とか、V かな、 B かな。そう、 V だね。 V かな。ジョージ、上行こっかな。ジョージ、聞こえねえな。どこにいますか。これ見るか。アピールしてください。ここ寒い、いや寒くないか。へい、ジョージ、アピールしてください。あれ、なんか前より温度分かりづらくなったよ。そうね、温度計だいぶ弱くなったね。あ、ほんと、ちょっと拾うのやめろ。なんか際どい温度の場所が多い、9度とか10度とか。でももう特定はみんなに任せてるから、俺はかなり難しい。みんなが早くやってくれないと俺も辛い。え、温度の特定できないぞこれ。温度特定して、俺温度が分かんないと一向に進め。 あみんな2回いんのか。今みんな2回。じゃあ1回行こうか。この音なんだ。ジョージ、氷点下じゃないとかありえる。ジョージ、アピールしてください。え、なんかここ音するぞ。3回もあった。あ、ほんとだ。上もさらにあんだね。ジョージ、ジョージ、アピールしてください。ジョージ、ジョージ、ムーは。いや、俺何もないからな。特定するアイテム。5秒ぐらい滞在して、ここ寒いか。ちょっと俺 EMF 取ってくるわ。 EMF 取ってくるわ。俺は分かんないわ。いやー、分かりづらい温度の変化。音も聞こえないし。あれがちょっと寒いな。今一瞬温度になった。5度。ああ、5度だと、そう、その辺近辺が幽霊の歩き道かもしれないね。ああ、そういうこともある。ああ、産地結構減ってんな。3度減ってるから、じゃあ俺一回もう決めちゃうよ、薬。危ねえから。ここ寒くない、はい、ここちょっと寒い感じするよね。でも7度もある。5度、3度になったり8度になったりする、ね。あ、俺ここ寒い気がする。1階の奥の部屋。はいはいはい、1階の奥。4度。一瞬3度になったな。7度。あ、でも8度ぐらいになる時もある。え、そうだよね。うん、だからどこもそんな感じだよね。あ、でも3度になるな結構。あれ、ブレーカーこっちもね、3度になるんだよね。2階もブレーカー行った。マジ。あ、ブレーカー行った。なんかこの部屋割と寒いんだよね。ブレーカー、ブレーカーガッチャンやるって言ってなかった。いや、落ちちゃったってこと。落ちてるねこれ。あ、落ちるんだ。あ、落ちてんさ。 あんまりつけすぎたりとかすると落ちちゃう。オッケー。あ、なるほどね。この辺割と寒いから通ってそうなんだよ。ジョージ、アピールしてください。ジョージ、アピールしてください。本当は大丈夫だから、全然特定できない。そろそろやばいよ。もう 40% とかなるよ。ハント始まるよ。もうか。え、全然分からん。マジで、マジで分かんないな。マジで。そうそう、4度にもなるし8度にもなるから違うってことかな。ジョージ、近くにいますか。ここにいないか。アピールしてください。ないない。ジョージ、アピールしてください。ほんと、電気をつけてください。ジョージ、こんにちは、遊ぼう。やべ、こんなに特定に時間かかったときついかも。ジョージ、で一旦みんな戻って薬決めた方がいいかも。やばいかも。決めるか、うん、決める。ジョージ、ね、アピールしてください。ここら辺だろうなっていうのすらない。なんかないね。うん、全部同じ温度。ほんと、ジョージ、アピールしてください。いや、ほんとほんと、5度、6度、8度。そうそう、そんなん、マジで。あー、じゃあ氷点下まで落ちないやつなのか。所さん。どっちっぽいな。いないなぁ。ダーツの旅行っちゃったかな。ジョージ、アピールしてください。どこにいますか。あ、聞こえた聞こえた。1階じゃない。1階帰ろう。1階じゃないかこれ。1階ちょっと1階戻って薬決めます、ね。あ、でも誰かいたのか。俺も決める。俺も決めるか。アピールしてください。ジョージ、ちょっと逆立たずになっちゃった。電気をつけてください、ね。聞こえんな、聞こえんな、聞こえるぞ、聞こえるぞ。一回これ捨てて、ジョージ、アピールしてください、いただきます。これ投げよう。喋った喋った喋った。うー、1階、1階かな。1階のこのリビングというか、うん、ダイニング近くじゃねえか。ジョージ、アピールしてください。
カチさんはどこだ。ダイビングじゃない。あれなんか今チカチカしたな電気。ジョージアピールしてください。いるのか。ここら辺見てみるか。ジョージアピールしてください。キッチンの方行ってみます。ここら辺じゃない。カチカチな、この辺じゃないの。この辺のどっかじゃない。キッチンの温度測ってみて。はい今、あ、でも4度、4度になる時もある。そうけど10度、基本9度だな。でもあーでも10度以下でしょ。でもその辺近辺ちょっと見てみて。多分俺もその辺で今幽霊の声聞いたから。8度、9度。なんか俺がさっき言った場所の方が冷たかったけど。10度以下だとしたら2回全部10度以下だってよ、ずっと。まあそうだけど、そうね、ここ14度。そうなんだよ、なんかそういう場所多いんだよな。止まってみて、しっかりこう確認しないと。止まってんだけどね。あ、ほんと。うん、すごい高いんだよね。ここは違うな、15度とかになる。もう明らかにそう。ここは違うわ。ジョージアピールしてください。ちょっとあのピーってなるやつを言ってみるか。ジョージ、じゃあもうその辺で決め打ちして、あの指紋とかチェックしちゃってもいいかもしれないね。ジョージ電気、じゃあ俺もスピードボックス使うか。多分ね、多分ね、そうなの。カメラでも持ってこようか。今の場所特定できない、ね、ちょっと、ね、頼む。3人にかかってるから、ね、これはまずいこと。3人に、いや俺似たような温度の場所だらけなんだよ。本当？でもなんか決め打ちしてこう指紋とかでも見つければ場所は、ね、じゃあこの特定できない、ね、じゃあちょっともう、はい、やっちゃいますね。マジで大丈夫かな。ここら辺と信じようよ、はい。もうだって産地やばいからね。じゃあスピリットボックスとかもやるか。マジか、うん、このそうね、キッチンとテーブルの間ぐらいに置きました。かたくなに俺が温度計を触らないっていうね。まあ俺温度計やればいいんだろうけどね。あ、間違えた。かたくなにやらない。ライさんやったらすぐ分かるんでしょ。多分分かる。分かんの。まあね、ずっとやってるからね。全然なんか出ないよね。もう3人任せるよ。俺らも結構やってんだけどな。そうね、何回かやってるよね。やってるやってる。ちょっと産地怖えから、もうでもないんだよ俺ら産地。外に産地を、あ、そっか、カメラ変なとこ。もう産地ないんだ俺ら。ない。もう温度計近くにいますか。買わない。あ、ほんとだ。手持ちで見れるようになった。あーでもな、温度計も諦めて捨てて。何歳ですか？これも持って。足掛けてる。手持ちカメラ。何歳ですか？ダメだ。スピリットボックス反応ないっていうか、わかんない。場所。幽霊いないんじゃん。そこいないか。いないのかもしんない。確かに。ここまでわかんないの初めてな気するもん。ここまでね。初めてのいないパターンじゃん。帰る？ね、カメラ、ビデオカメラ手持ちで持ってっていい？いいよ。見るわ。ピーって鳴るやつとかも置いといてるけど、さっきの。うん。複数にダメかな。近くにいますか？あ、でもピーって鳴ってる、さっき。鳴ってる？あ、待って、ゴーストライター書いてる。逃げ。え、マジ。逃げて、逃げて。出し。走れ。あ、これもしかして鍵かかってる。無理だよ、出ないよ。出るね。走れ。スイッチ切って。スイッチ切って。武器の。スイッチを切る。いらないものの。いや、切った。しゃがむ。誰かついてきて。なんか声聞こえる。これ誰だ？静かに。あれ？いや、みんな同じとこ。ヘッドライトついて、誰か電気ついてるよ。あ、電気消してる。俺もすべて消してる。俺も全部消して、2階に今逃げてる。大丈夫か？大丈夫これ。やばい、やばいかもしれない。まだピピ言ってるよね。言ってる。あ、植木声来る。あの部屋で正しかったのか。じゃあ合ってたっぽいね。合ってた。しかもあれでゴーストライター返してたよ。返してた。うん。じゃあ音鳴ってた。じゃあライティングオッケーだね。いや、これ俺らもうダメかもしれないけど、まあ。え、今何個絞れてんの？1個だけ。あの、トラックまで戻ろう。ゴーストライターだけ？トラックまで戻ろう。ゴーストライターだけだね。ゴーストライティングのみ。トラックでも。今もう戻ってないかな。無理。あの、トラックまで一気に戻ろう。暗。ちょっと待って、もう電気つけていい？いいよ。来るなよ。
え、もう全然見えねえ。どこだ、ここ。はいはいはい、はい、こっち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 。もう死にたくねえ、もう死にたくねえ。自分の居場所がわからない。逃げ出した。え、全然今自分がどこにいるのかわかんねえ。あ、ライトないの？ライトあるけど、うん、ライトなんか見せたくない？こんなもん。あ、まあ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 まだチャンスある、ね、まだもうちょい1回分はある、うん、うん。よし、場所は分かってんだよな。あの台所で合ってる、合ってた合ってた。じゃあよかった、ちょっと特定ができたな。でライトストライター確定。クリットボックスやの怖えな怖えな。だからスマッチを持ってって一分多分なかったと思うからもう捨てる。なかった、はい。ね、スマッチで1分間のあれをやって、全然帰れねえ。何やってんだよ、ちょっと待って。ここどこ、え、ここどこ、ここ2階だよな。あれじゃないの、もう場所。ちょっとあれ、なんかドクンドクンつってんな、まさかな。ん、あれ誰か目隠してる。おい、なんでいいんじゃん、近くにいいんじゃん。なんだよ、なんで死ぬんだよ、あいつ。4回目じゃねえか。あいつなんで間に帰ってくれないんだよ。おー、せーので逃げたじゃん。あれ、ちょっと、じゃあ、あ、よかった、俺生きてるわ、死んだのかと思った。ああ、そうなんだ。あれ、でも俺の死体あるな。これ誰だ。つまりこれは誰だ。さっきも聞いたな、それな。あー、ここに階段あったのか。そ、下りの階段見つけらんないの。なんでだ。スピリットボックスやっていい。やっていいね。でもちょっと、一回で、これで一人で喋りかけるんでいいんだけど。そう、あの、近しくなったら、ちょっと俺出ますね。あ、いや、あー、やべ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 。もう足音聞こえる。誰？俺か？俺なのか？来るなよ俺に。俺か？俺に来るなよ絶対。あ、あれだ、あれだ。すげえ追いかけてる、すげえ追いかけてる。俺見える。俺見える。あ、2階上がってった階段で。来るなよ。ガチさん狙えよ。俺狙えよ。すごい追いかけてる。ガチさん狙えよ。やめてやめて。いやマジ。いやあれスーパーマン追いかけてる。執拗に追いかけてる。あ、もうすごい一部始終見える。やめてよ、今じゃないって。今違うって。逃げてる途中なんだから。すごい、俺全部見てたわ。見えた、逃げてる。ちょっとずつ追いかけてるの。全部同じなんだよ、さっきと。さっきと同じだね。全部同じだね。次俺じゃん、もう絶対じゃん。いやー、俺失いたくない。なんだ、生きてたんだ。だって頭にカメラついてんもん。確かにね、え、死んでたらこんなんついてないから。確かにね。レトさん、俺今入り口の前にいます。ファイティング。これ何、これ誰、なんだ俺、誰だ。あ、なんだろう、これなんだこれ。待って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 、まだ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 生きてる、まだ生きてる。あいつもか。逃げて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 。もうか、もうなの。もうドア閉まってるから隠れる。俺は動かないもん。ガチさんか。ガチさん逃げんのうまいな。いや、さっき追いかけられてんの超面白かったな。あれ、でも、あれ起きてる。あれ、これガスさんでやってんじゃない。これガスさんじゃない。これガスさんだよ。ガスさんの方行ってる。行ってるぞ。え、こいつしつこいんだよな。ガチさん逃げるのか。多分ガスさん行ったんだよ。あー、ダメだこれ。あー、ダメだった。あー、ダメだった。あー、全部見えんの面白いよね。ダメだった。え、でもこんなとこ隠れてても見つかんの。見つかったね。あー、みんないる。あ、みんないたんじゃん。あ、いたんだ。今マジでまっすぐ向かってったもん。え、バレた。俺ビデオカメラは別に音出なかったと思うけどな。いや、結構遠距離から来たよあいつ、うん、あ、ほんと。遠距離から迷いなく向かってたもん。じゃあもうバレてたんだな。1階から上がってきてたから。ね、あ、怖っ。こんなだったんだ、死体、死んだ後って。へぇー。あー、全滅か。俺生きとる。全滅だね、もう。ダメだったか、今回も。生きとる。いやいや、特定に時間かかりすぎたね。いや、確かに。終わった感じ出す。終わった感じ出す。いや、これ反省だな、次に行かそう。すがさ。ね。はい。まだおるぞ。いや、もう無理だろ、今から。任せろ、任せろ。あいつどこいんだ。どういんだ。俺は確かにどこにいるんだ今、うん。死ぬとこちゃんと見ないと。バスにいるよ。どれ？なんかしてん、なんかしてんな、あいつ。あいつなんかしてるぞ。あいつなんかしてる。何してんの？なんか天を崇めてる、なんか線香持って。おたげしてる、なんかちょっと。なんか俺もゼロパーセントしかないんだよ。いや、もう無理だわ今回。もうこれも山間で行くしかないんじゃない。あ、当てちゃってるわ。ライティングストライティングはもう確定で、はい、うんうん。で、おそらく指紋はなかったので、はいはい、いいんじゃない。氷点下でもないんですよ。ないね。氷点下でもないです。そうだね、それは違うな。
レベル5だったんじゃないかなと。あ、ピピ鳴ってた？ああ確かに、あれのレベルは見てないな、置いてたから、はい、じゃあセンサー、じゃあスピリットかシェードかマイリングですね。スピリットボックスなんじゃないかなと。はあ、プロジェクターじゃなく、はい、割とまっとうなこと言ってるな。スピリットですね。スピリット、はい、ほう、そういう意味でいきますか。じゃあまあ当然俺は正解させますよ。本当ですね、合ってそう、いいんじゃない。サンバカとは違うから。じゃあ俺は帰らせてもらうぜ。はい。俺らも乗ってるけど。俺らも、俺たちも乗ってるよ。乗ってるんだよね、俺らもね。乗ってるじゃん。見えないんだよな。見えないんだよ。お前が持ってるそれ。合ってるか？合ってるか？おー！おー！おー！すげえ！ほんとだ！完璧な推理。シャーって、よう当てたな。他3人が遊んでる間に俺全部やってたから、全部調べてね。あ、何をやった？何をやった？全部やってたから。全部やってたってなんだ。スピリットって書いてあるじゃん、おいし。ほんとだ、スピリット。全部やってた。じゃあスタンバイで行きましょう。はーい、行きまーす。はい。はい、ということで、今のところほとんど死んでます。はい、さすがに特定が遅いんだよね。まあちょっと今回は俺が温度計持ちますので、誰か温度計一個譲ってください。あ、さあどうぞ。温度係クビになる。じゃあ誰か。俺は持ってくぞ。誰か。俺はもう前回大活躍したからもう満足です。まあでその当ててますからね。じゃあガチさん取った。取った。だからあと一つ。取るか。ない人はその。リーダー、EMF リーダーか、この中華鍋みたいな、うん、鍋、中華鍋じゃないか、鍋みたいなやつを、うん、それ呼びかけながらやってると音が聞こえるので、それでやってみてください。オッケー、はい、時間かかんだよな。じゃあ、ナンシー・トンプソンですね。ナンシー・トンプソン。ナンシー・トンプソン。と呼びかけながらやっていきましょう。トンプソン系。じゃあ、行きまーす。ナンシー・トンプソン。ナンシー。ナンシー。ナンシー。行きまーす。ナンシー、アピールしてください。いいですよ。トンプソン。確かに。あの、うるさい場合は、あの、設定ボタンを押して、あ、こっちでできるわ。みんなのあれだ。ボイチャをオフにすれば、あれだ。ボイチャが反響しないで済むかもしれない。閉めるな。はい、じゃあ行きましょう。あ、この家か。そう、ナンシー・トンプソン。じゃあちょっと、ちょっとそれ。ナンシー・トンプソン。それなりの動きをしていきます。はい、ナンシー。ナンシー。じゃあブレーカー入れました。ナンシー・トムソン。I'm Japanese。ナンシー。じゃあ俺2回行ってくるわ。よろしゅう。あ、もう2回行ってるか。はい。じゃあ1回の奥行くか。ヤガシさんも2回調べてよ。そう、了解。ナンシー・トムソン。どこにいますか。どういうナンシー・トムソン。ナンシー・トムソン。アピールしてくださーい。ちゃんとした発声で言おうとすんな。ナンシー・トンプソンって。ナンシー？ナンシー？どこも温度が高いね。あ、低いんだね。上がってくかな。この EMF ってガイさんどういうことなんだっけ？うろうろして、そう、してるとピーってなる。幽霊と接触したとき。あ、でも違う。温度なんかなんだよね。温度低い気がする。ここ温度低いな。でもまあこの辺難しい。たまにでもなんかさ、ずっとさ、なんかやっぱ同じに感じない、どこも。まあまだ、どこも、うん、確かに高い。低いままだ、ね。ああ、でもこの辺10度だね。違うな。まあ、徐々に上がっていくはず。ああ、でも5度、ね、5度になったりもする。待って、2。微妙。ナンシー？トンプソン。待ってね、ちょっとおかしいね。ナンシー・トンプソン。今の音は？今の音は？誰かの音？ナンシー・トンプソン、アピールしてください。あ、なんか今カッチャンってなったりとかさ、ドンドンってなったりする。いや、ここずっと止まってると11度だな。ナンシー・トンプソン、ナンシー・トンプソン、アピールしてください。アピールしてください。地下じゃないな、ない気がする。ナンシー・トンプソン、アピールしてください。笑って、笑い声でした。今子供が笑ったね、今2階だ。え、マジ？うん、子供の笑い声、キョリキョリキョリアピールしてるわ。嘘。アピールしてるんだ、うん、多分。なんかかすかに、確かにアピールしてくださいだってみたいなの聞こえたかも。子供の笑い声と今電気が消えたか。そんなはっきり聞こえた。多分。あ、キヨ、アピールしてください。はい、これキヨか。ここだ。ここだ、ここいだ、ここいだ。
ここいら、アモノなんだね、うん、ナンシーは。ここいら、ここいらのどっか。ナンシー・トンプソン、アピールしてください。ここいらのどっかなので、この辺でちょっといろいろやろう。この辺、うん、じゃあちょっと声かけてもいいの、いいよ、いろいろやろう。今、ナンシー、あー、指紋笑って。レッドさん、指紋持ってる？持ってますよ。ちょ、ここ照らして、ここ照らして、ここ照らして。ここ。ここ。あ、あります。あ、そっちもある。この部屋？じゃあ。いや、待って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 。レーダーつけとこう。光が多すぎるな。じゃあちょっと、ないのか、どうなの？ゴーストライターやっていいっすか。多分、レッドさん、ここにあると思う、あの指紋、あと。ラブリーゴーストライター。さんのキャラの声。外、廊下。廊下の人？これ、これ開いてるから、多分これ指紋ついてるでしょ。ここのと、あ、そっち？クローゼット。あ、ついてます。見える？見える？そっちの部屋？こっち？そっちの部屋なの？いや、あのね、多分ここと、こっちじゃん。レッドさんもこっちについたでしょ、今。多分、うん、ここの部屋か、この廊下の周り、どれかだよ。あ、確かに、この廊下がちょっと寒いのか。指紋あるわ、あるある。そこ、で、ここにもついてるでしょ、指紋。クローゼットの中にいるんじゃない？いるかもしれない。開けてみるか。開けてみる？開けてみようか。怖いな、ね、ドキドキすんな。せー、あーそうね、開けろ、開けさせろ。絡むなんかはみ出てんな、なんかはみ出てる、はみ出てんだよな。ほら、ビービー言ってんじゃん。ブーって聞こえた。ほんと、いやでもガシさん、指紋はさっきのとこしかまだ目撃できてないわ。あ、だからさっきどこに回るって言ってなかったっけ。いや、それはなんかね、別の緑の光だった。あ、了解。じゃあ、廊下周りなのかな。まあ、だこれで この辺りでやろう。ゴーストライターってもうすぐやりそうだよな。で、この近辺だと思う。廊下にゴーストライター置きたい。あ、置いてもいいと思う。で、違うな、その廊下とその部屋で、ここに置くわ。あと、そろそろあの、またあれかな、うん、薬決める時間かもしれない、もう。もう、もうもまあでもそっか。これ置いとくか、うん、1個設置して、ちょっと薬決めに行こっかな、もう。そうっす、あ、うん、そうそう、決めた方がいいね。さすがに、いとこ。こんなにし、さすがにな、ちょっと毎回死んでる。毎回死んでる。そろそろね、クリアしたいからね。死んでないけどね、別にね。一番初めなの。一応、ハント対策しとくか。ハント対策。置いとこ、レーダー置いて。そう、今まで一切ハント対策してないからね、俺。なんかでも、ちょっとパーセント高いけど、もう飲んじゃう。飲んじゃってもいいかもしれない、もう。よいしょ。100%!よし、ちょっと、よし、よし、帰るぞ。じゃあアイテム持ってきて、あの辺で。じゃあ、どれ行こうかな。何持ってこうかな。二人、ガシさんも飲んだろ。あれまだ飲んでない。あ、みんな高くなったパーセンテージ。まあトータルで高くなれば。ゴーストライティングで行こうかな、うん、カメラで持っていくか。そうだ、カメラ欲しいね。あ、いるわ、いるわ、いるわ。それとも三脚がいい？いるいるいる。あ、光ってんな。あの、見えてるわ。三脚で持ってくか。あのね、こっちの部屋ですね、間違いなく。どっちへ？狭い部屋。最初言ってた部屋？狭い部屋、うん。ここにいる。多分、ピーってなってる。多分、たまにここで幽霊浮かび上がるはず。今見えたから。ほうほうほう、たまに見えるよ、たぶん。場所の把握ができてないから。ライティング。こっちだな。あ、あ、はいはいはい。あ、結局じゃあそっちだったんだ。たぶんここだと思う。ライティングしてるかな。飲んでる。あ、じゃあ、ゴーストライターじゃなかったってことか。あ、でも温度高いか。あ、ごめん、温度高いかも。だちょっとスピリットボックス。あ、ちょっと待ってよ。設置する。あ、スピリットボックスを電気を消して一人で廊下とこの部屋の中どっちもやった方がいいかもしれない。ちょっとごめん、あの室内の温度が高いかもしれない。あれ、鍵が三脚ってどれ、鍵が開かない。開いた。あ、ドア引くのか。あれ、俺温度計どうしたっけ。カメラ置けば大丈夫よ。三脚ってどうやって置くの。なんか結局アイテム変えるだけで勝手に置いてる。あ、そうあれは G で。なんか置くけどさ、ストンって置くけど、これカメラついてんの。ついてるっぽい。らしいよ。ついてるらしい。ナンシー・トンプソンさん。らしいよ。あの、開かないから。ナンシー・トンプソンさん。そう、開かない、開かない。なんかついてるらしいよ、これ。オッケー、オッケー。アクションしてください、ナンシー。ナンシー・トンプソン。ごめん、ちょっと場所が悪いかもしれない。もしかしたら、ごめん。場所悪いかも。スピリットボックス持った状態で話しかけりゃいいんだよね。そうそうそう、スイッチ入れて。あ、ガシさんでもなんか今見えたかも俺。え、なんか幽霊がたまに走るでしょ、ちょっと。あ、なんかこの部屋確かになんか分かりにくいけど走ったかも今。走ったでしょ。俺もさっき一瞬だけ見えたと思う。カメラ
ナンシー？トンプソン？カメラ切り替え。カメラ切り替えで。あれでもさ、俺らが置いたカメラはどうやって見んの？あ、ナンシー・トンプソン？ない？あるでしょ。ない。あ、あ、本当。切り替えた。あ、ま、マウスで。あ、うん、そういうことね。あ、レッドさんがやってるね、うん、やってるね。ナンシー・トンプソン？あいつのこと。ナンシー・トンプソン。疲れちゃって、もう疲れてるよ、それはもう。あの、ね、ね、何歳ですかとか聞いてみ。取り憑かれてる。あー、そっか、他にもあんの。ナンシー何歳？いや、何歳ですかって、はっきり。距離が近いな。ナンシー何歳になったの？あの、ですかじゃ、てる暇あんの反応がしないから。ナンシー。あと何しよっか。ねー、どうしよっかな。ナンシー何歳ですか？何歳ですか？反応しない？ノートのわからない道具がある。ナンシーですか？ナンシーはナンシーで別の単語なので、それはそれ、一個で言わないと。つなげて言っても反応しないと思う。何歳ですか？そうなんだ。ちょ、俺もこっちで試すわ、こっちの部屋で。スピリットボックス違うかもな。違う。までやって。バスになる？何歳ですか？手持ちカメラでも持っていくか。何歳ですか？若いですか？バスが出るわ。若いですか？この音声のやつ持ってこっかな、じゃあ。ちょっと待ってね、ここでやるわ、俺も。スピリットボックスは違うね、きっと。ベル、あ、何歳ですか？近くにいますか？ゴーストライティングも書かれてない、まあ、なんか現れなくなったな。うん、多分違うかな。これ、みんなと言っても反応するな。何歳ですか？みんなの前じゃ反応しないかもしれないな。あ、でもビビーやってる。何歳？なったな、久しぶりに。レベル 2？ レベルいくつだ？2です、今。あー、2か。ここでもなってるけど。あ、これ1か。ナンシー。なんか温度高いんだよな。部屋の中ではあるんだな。まあそこだろうね。その部屋でしょ。うん。まあ、いや、走ってるから、この部屋では。ああ、もう見えてるんだもんね。じゃあ、あの、正規。そっか。じゃあ今、ナンシー、じゃあもう確定、ほぼ確定してんじゃん。何歳ですか？指紋と、3デシベル。何歳ですか？DOTS プロジェクター。ナンシー。じゃそうすると、うんうん、ファントムとバンシーと、はいはい、ね、五両だったかな。ナンシー。ファントム、ちょっと待って。あ、そうそう、そうそう、やばくない、大丈夫か、これ。みんな気をつけて。指紋と、指紋と DOTS プロジェクター。指紋と DOTS プロジェクター。はい。ファントムだと、スピリットボックス。で、バンシーだと、オーブで、うんうん、お寮だったっけな、お寮っていう新しい揺れだと、はい、EMF レベル5、レベル5、レベル5くせえな。でもずっと持ってるけど、うん、レベル5になんないよ。あ、なったりならなかったりすんだよね、うん、なったりならなかったりすんだよね。トゥトゥプーは言ってんな。ここにも置いてるけど、うん、でもまあその辺、なし、オーブ見えない。オーブも見当たんないなぁ、カメラ構えてるけど。あ、ほんと？ナンシー、オーブ。オーブ。赤外線にして、電気消して赤外線すればオーブ見えると思うんだけど。あー、なるほど。いればね。そういうのなんだ。あればね。あ、俺もじゃあオーブ確認するか。絞れないなぁ。頑張れー。レベルが2止まりだなぁ。じゃあ、レベルを上げるしかないね。確かにゴーストオーブなさそうだね。ないか、うん、まぶしい。ちょっと待って、これが眩しいってなったら、ゴーストオーブない、ゴーストライターもない、氷点下でもない、プロジェクト終わってる、うん、スピリットボックスは反応なかったんだもんね。やってたけどね。もう一回やるか、じゃあ俺が、うん、あとはもうスピリットボックスかレベル5。何歳ですか？若いですか？うん、まあ反応しないね。じゃあ多分そうだね。じゃあレベル5だな。だったらナンシー、ナンシークラ、なんだっけ、なんだっけ、なんて名前だっけ。ナンシー、ナンシー、トンプソン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 、もっともっと怒ってください。もっとアピールしてください。煽ってる。ナンシー足りない、なし、足りない、全然。それじゃあ怒ってる。あ、アピールを。もっともっともっと自分を、うん、もっともっと。ナンシーを高めてる。高まんないね、ナンシーがね。ナンシー、ナンシー、ナンシー、レベル2。ナンシー溜まってないな。
ハマってないな。あ、上がんねえな。全然ハマってない。みんないねえしもう。怖くなって帰ってきたよ。出ちゃいました。スーパーマンまだ78あるじゃん。行ってこいよお前。え？78じゃないよ。82だよ。行け。強。ナンシー。なんでお前こんなあんだよ。ナンシー、もっとアピールしてください。もっとアピールしてください。じゃあ、でも指紋はあったんだもんな。カメラ持ってっかじゃあ。ああ、線カメラも線光とライター持ってきて。線光とライター。線光とライター。うん。ナンシー、アピールしてください。線光とライター。線光ってかその藁人形と線光ってこと。ね、うん、あ、そうそう、納豆、納豆みたいなやつ。そう。納豆と。納豆の藁。ナンシー。あ、全然反応しねえな。持った。持って、じゃあ80から行くか。近くで炊いてみて。これさ、ライターをカチッてやればいいの？そう、で、その、藁人形の方、ってか、藁の方で F を押せば。ナンシー。なるほど。ちょっと待って。そうすればね、ハントが1分間起きなくなる。これ？へぇ、うん。やっていい？いいよ。そうなんだ。まあ。炊きました。はい。おー、炊き上げして。ナンシー、どうですか？煙いですか？ナンシー。レベル2だな。本当に合ってるか？レベル2以上上がんねえぞ。いや、上がんないんだよ。上がんねえぞ、これ。ゴーストライターも100ない。2が、ま、ね、2以上なんないよね。やばいです、ギオさん、やばいです、これ。あ、ドクン、ドクンって言ってる。あ、なんか部屋の方に向かってる、影が。俺じゃないよな。ガッツさんに行けよ。ガッツさんに行けよ。一旦離れようかな、一旦離れようかな。今、いたもの。あ、誰か帰ってきた。ガチさんに行けよ。ガチさん、そっち隠れんなよ。うわぁ、逃げてるよ。ズリーよ、ズリーよ。ズリーよ。こわい、今何、ハントじゃないかよ、普通に。なんか、女性のシルエットだったのに見えたけど。あぁ絶対死んだ。あぁ絶対死んだと思った、今俺。いや、ハント来るはずがないはずなんだよね。だって、キヨがあのおたぎやしたばっかりだからね。普通に脅しかな、脅しかな、脅しかな。まだハント来てないね、確かに。十字架が反応してないから。マジでわかんねえんだけど、普通に今回。おら、生きてるあいつ。いや、レベル2以上なんないから。生きてて悪かったね。まあ、とりあえずあれだよね。あ、幽霊走ってるね、確かにね。間違いないわ。ナンシー・トンプソン。うん、そこの部屋で間違いないね。幽霊走ってプロ部屋は合ってるのに全然出てこない、ね、プロジェクターと指紋だよね。で、あとは若くてレベル5はないから音量はなくて、うん、まあわかんない、音量はまだわかんない。レベル5になるかもしれん。まあね。で、ファントムだった場合はあれ、みんないないな。でもスピードボックスはもう反応ないね、間違いなくやったから。で、バンシーの場合はオーブ。おは、待って、オーブとオーブがあんのかな。もしかしたらこの部屋以外のオーブ見てみるか。え、他の部屋にあることもあるの？なんかずれてて隣の部屋だったりすることもあるね。それは厄介だな。それきついな。で、それで廊下に出るとかもありえんのか。あるあるある。なんかね、オーブは結構本当にバグってはみ出たりすんだよね。はは。俺まだパーセンテージあんじゃん。うん。なんか今回明るいところにいるから大丈夫。だからな。あ、じゃあカメラも。ちょっとオーブ。カメラあっちの部屋にあったからそれ拾うか俺。カメラなんか置いてきて。あ、あったあったあったオーブ。え、あ、終わった？あのモニターで。俺のヘッドマウントって見える？頭。つけて。あ、俺つけてないか。今見に行くわ。うん。今行こうとしてる。私の右の方に映ってるやつ？そう、あの。右下？ね。よいしょよいしょ。今部屋入った。うん。で、ね。すぐ息切れるんだから。ね。ね。これ。ね。あ、これね、俺が設置したやつだ。これじゃないんだ。これ？あるある、確かにあるかも。見る？レドさん。え、どれ？ああ、なんか埃みたいなちっちゃいのあった。そう、これゴーストオーブ。嘘。切り替わっちゃった。なんで切り替わっちゃった？なんかね、ビデオ切れちゃうんだよ、なんか。あ、これ右下、今あった。あった？これじゃない。これじゃねえんだ。これじゃねえ。あ、なんか戻っちゃうね。これ。なんで切り替わんの？あ、あった。飛んでた、今。飛んでる。あ、これ。そう。うん。なんかね、白くなってた。ビデオカメラ切れちゃうんだよ、なんか知らんけど。え、ね、これ怖い、霊障？切れちゃう。ということは？オーブですね、間違いない。ゴーストオーブ。うん。じゃあ、バンシー確定。バンシー確定。隣の部屋にオーブ映ってるから やめてほしいよね、あれな。でも、ああいうこと起きるんだよね。そういうことなんだ。うん、やったー、バンシー。つい。完全に特定した。完全特定です。
バンシーここしか使わなくてよくない？住所バンシーここしかやここしか上げなくてよくねえかもうなんかはーいってことでダメかちゃんとちゃんと見てもらわなきゃ たくさん死んだ俺らもそうですね俺ら全員来ちゃってるからねやったはい特定できました今回は指紋があったプロジェクター映ったゴーストオブでバンシー確定ですお疲れ様でしたやったナイスバンシーナイスバンシーヒューこれ全然違ったらどうしよう、やめろその位置今撮影中だからいいっすよいいよいいよ、はい俺も発射しまーすひでえないやクソ最低だしょなんでおーはいバンシーでーすやったお疲れ様でしたはいレベル上がったおあ俺もレベル上がった2位になったやったー初めてのレベルアップ終わりです